皆さんは覚えているだろうか。はい、なんと同じ GTX980 をもう1枚購入してあるんですね。え、なんで2枚あんのよ。この GTX980 を買ったお店で、ショーケースから出してもらったら、なんと2枚あったんですよね。これはもう買うしかないかなと思って。ちょっと何言ってんだこいつ。え、いやそれなんですが、2枚同じグラボがあるということは、そう、SLI ができるんですね。SLI? その辺はまた次回お話ししたいと思いますが、おい。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。ということで、前回、と言っても1ヶ月以上不利なんですが、GTX980 を使った SLI を試していこうかと思います。あ、中古で1万円で買ってきたグラボね。ですです。やろうと思って先延ばしにしててすみません。コメント欄でも最速のコメント来てたしね。ということで早速やっていきましょう。ではまず今回使用するグラフィックボードのご紹介から。こちらはハードオフで中古1万1000円で購入してきた GeForce GTX980 になります。こちらは8年前のハイエンドグラボとして当時新品8万円前後で発売されていました。TDP165W になります。今回はこちらを2機使用するので、単純に TDP は倍の 330W になります。330W というと、今の RTX3080 が TDP320W ぐらいなのでこれといい勝負ですね。RTX3080 程度の消費電力。果たして消費電力性能とはなるのかならないのか。ということでここから実際に SLI を試していきたいと思います。SLI 初心者なので色々と失敗もあるかと思いますが、温かい目で見守ってやってください。SLI 初心者なので色々と失敗もあるかと思いますが、温かい目で見守ってやってください。ということで早速検証機からのご紹介です。今回の検証機はこちら、前回 GTX980 を検証した時と同じ構成となっております。ではこちらに早速グラボを取り付けていきます。まずは1枚目から。続いて2枚目も取り付けていきます。SLI をするためには、このグラボの出力部分の上に、SLI ブリッジというケーブルを取り付けていきます。こんな感じで取り付けていきます。こちらが完成品となります。おお、なんか重厚感があるわね。はい、それでは実際に動かしてみましょう。シュラララ。それでは行ってみましょう。スイッチオン。ということでこちらがデスクトップ画面となります。一応この動画を撮る前に、DDU と呼ばれるグラフィックドライバーの削除と GTX980 のドライバーは再インストール済みです。ではタスクマネージャーでまずは GPU の確認。きちんと2つの GTX980 で認識されてますね。これが SLI なの？いやこれはただ2つのグラボを認識してるだけですね。ではここから SLI の設定をしていきます。まずは NVIDIA コントロールパネルを開いて、3D 設定の中に SLI が。ない？え、どういうこと？本来だとここに SLI を選択する部分があるんですが、それが表示されてないんですよね。で、私調べました。なんとこちらのマザーボードなんですが、SLI に対応してなかったんですね。いやダメじゃん。で、ついでにさらに調べてみたんですが、2022年5月現在では、インテル第12世代マザーボードでは、どうやら SLI に対応してるマザーボードは、Z690 の中でも最上位のマザーボードにしかついてないみたいです。ってことで、仕方がないので自分が持ってる SLI 可能なマザーボードで再度検証してみたいと思います。ということで改めて検証機はこちらになります。先ほどと違うものは、マザーボードが ASUS の ROG Strix Z370F ゲーミングになります。こちらに CPU は Intel Core i7-8700 を使用して今回は検証していきたいと思います。あとはストレージとクーラーも変えてあります。ということで、改めてデスクトップ画面となります。GPU が2つ認識されているのを確認して。では続いて NVIDIA のコントロールパネルから SLI の設定をしていきます。上から3つ目のところに SLI、サラウンド、ファイズ X の設定。押すと、SLI 項目が出てきます。
こちら開いた時にすでに SLI が有効となっており、SLI が有効となっているとここが緑色になっているみたいです。で、この SLI なんですが、何やら色々と細かい設定もできるみたいなんですが、初めてでよくわからないので、今回はこのデフォルト設定状態で色々と検証をしてみたいと思います。検証前にアイドル時の消費電力なんですが、消費電力は約 42W 程度でした。ではここからベンチマーク等をするとスコアや消費電力はどのくらい上がるのか見ていこうと思います。それでは行ってみましょう。シュララララ。ファイナルファンタジー15。それではまずは FF15 ベンチマークからやっていきます。設定はフル HD の高品質で行いました。あれ、画面が2分割だけど。はい、せっかくなので GTX980 を1枚と2枚でのスコア差も見ていこうかと思い2分割にしてます。スペックは先ほどの i7-8700 でグラボの枚数だけ変えてあります。で、この FF15 ベンチマークなんですが、こちらを見るとよくわかるのですが、あれ、GPU2 っていうのがほとんど動いてない。はい、こちらはソフトによって SLI に対応しているかどうかで、グラボを何枚使っているのかっていうのがわかります。つまりこの FF15 ベンチマークは、SLI に期待を打ってことですね。では結果も見てみましょう。結果は1枚が5505、2枚が5325でどちらもやや快適判定でした。消費電力はどちらも 300W から 350W ぐらいでした。まあ1枚ほとんど動いてないしね。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。こちらもやってみました。FF14 ベンチマーク。こちらもフル HD の最高設定でやってみました。あれ、FPS がちょっと違くない。はい、シュラミちゃんここ見てください。お、2枚目も使ってるわね。はい、どうやら FF14 は SLI に対応しているみたいで、その結果、1枚より FPS が出ているように見えますね。ではこの差がどのくらい出るのか結果も見てみましょう。こちらは4000ほどスコアが上がりました。FPS の平均も113から152と上がっているので、これは SLI の効果がよく出たんじゃないかなと思います。ただ、消費電力ですが、約 200W ぐらい増えていたので、これは結構大きい差かなと思いました。確かにスコア4000のために約 200W 上げる、なかなか厳しいかもね。では次行ってみましょう。フォートナイト。こちらもやってみました、フォートナイト。設定はフル HD の競技設定、パフォーマンスモードでやってみました。あれ、これって。はい、こちらも GPU2 の使用率が全然上がっておらず、SLI には非対応のゲームみたいですね。地上に降りて戦闘シーンですが、FPS の落ち込み具合は、2枚の方が少ないので少し効果があるように見えますが、体感では1枚でも差はない感じですね。まあ 300fps なんてモニターも目もついていけなさそうだけどね。使ってるモニターが 144Hz なのでどちらでも問題はなさそうですね。では次行ってみましょう。Apex Legends。 こちらもやってみました。 Apex ですね。あれ、これって。はい、こちらも GPU2 の使用率が全然上がっておらず、 SLI には非対応のゲームみたいですね。 SLI に対応してるゲーム全然ないじゃないですね。爆撃シーンもやってみました。FPS の落ち込み具合はどちらも変わりませんね。はい、あとテルミットを足元に落としてくれというコメントももらったので、やってみたんですが、目が痛くなりそうです。どちらも40から 50fps まで落ちてますね。最後に SLI での実際の戦闘も見ていただきましょう。敵が近くにいて乱射状態となると FPS は100前後まで落ちてしまいますね。まあ、ゲームをするだけなら1枚でも問題はなさそうですね。シュララ。はい、ということで今回は、GTX980 を2枚使って SLI を試してみました。結論、意味なし。まあ今回使用した検証ソフトだと FF14 ベンチマークだけが、SLI の効果を見せてくれたかなと思いますが、対応していないソフトの方が多くて、あまり参考にはならなかったかなとも思いますね。
まあ対応ソフトが少ないのは仕方ないかもだけど、一つでも効果が出てよかったじゃない。まあそれはありますね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。